this is as にハマってます。日本語虎の巻。はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。日本語虎の巻真紀子です。虎です。えーっと、日本、日本語じゃなくて、日本では。五 <laughs> 月、五月、四月の終わりから五月の初め。えー、っと、ゴールデンウィークっていうお休みがあったんですけども。 そのお休みの間ずっとアメリカの「This is Us」というドラマにハマってずっと見てしまいましたまあねほんとにめっちゃ見てたもんねほんと朝から,から、ね、<laughs> 朝起きてまずアマゾンプライムを開いてたからねほんとやもうガチで <laughs>、うん、引きこもりニートとやってることは一緒 <laughs> で、今もうシーズン5まで入っちゃって、うんうん、日本だともうシーズン6が、うん、もう冬まで多分放送されない、待ってる状態になるから、うん、どうしようと思って、最近は This is Us の,その俳優さんとか女優さんが出てる、コメントしてる YouTube を見てます。もうダメだ。もう中毒です。<laughs> おかしいじゃんね。何なんか楽しいんだよね。なんかスパイファミリーもまだ見てません。 あもう皆さんあのねほんと気になってる方もね是非見てみてくださいね本当にでももうすぐだって「This is Us」もうすぐシーズン5の今4まで来ちゃった、うん、第4話まで来たから18話までしかないからこっからは少しずつ少しずつ見ようと思ってだから他のドラマとか「s p y フ f a m i l y も見ながらどんなにでも頑張っても11月とか12月までは シーズン5は伸ばせないからはいはいはいだからその間に「スパイファミリー見ますはいということであれですねまあ本当にあに「スパイファミリーもう見たよって方もこれから見るよって方もぜひコメントくださいまたコメント <laughs> <laughs> で今回はえっ、ー、と前回の質問大学のスピーキングテストの質問を2人でやったんですけど そのにあの質問の2問目がすごく長くなってしまったので今回は前回の続きで質問の、えー、と答えの続きをお送りしたいと思います <noise> じゃあ次の質問いいですかあいいですはい高校と大学とって書いてあるからこれはダメですねえっとじゃあ中学校と高校とどちらの方が好きですかどうしてですか あ難しいなこの質問なんだと究極の質問ですねいや <laughs> どっちがどっちも好きだけどどっちも好きじゃないっていう感じそうでございますあのえっと教訓の分野に違う分野によって違うんですよ例えばだから勉強部門だったら圧倒的に高校の方がいいですうん ななぜら中学の勉強は簡単で良かっただけどつまらないんですよちょっとなんかすぐスパワワってできてなんか何これって悩む時間がちょっと少ないじゃないですかだからこう考える時間が少ないからちょっと面白くないなってことがあったんで勉強は高校が好きです勉強高校が好きはい格好勉強分門だったら絶対高校の方がいいですかっこ生物と物理は除いてるねほんと なかなかクレイジーだね高校の勉強好きなんだクレイジーとかない高校の勉強好きなんだ中学の圧倒的に簡単だと思うけどであとはあ簡単すぎると面白くないだからこううわーなんだこれって考えてる時間が俺大好きうんまあ高校の方がなんだろうトリッキーで面白いけどね数学とかもはいうん。その面白さがわかるようになるレベルまでいったってことだきっとやった成長だわいはいであとは何ど高校と 中学どっちの方が好きですか、うん？友達部門だったら絶対に中学校です。あのね、なんだろうまだ友達は少ないから、ね。いや違います。自分で言うのもなんですけれども、うん、なんだろうな。じゃあ僕がまあどお前お前何様やねんって言われるんですけど、まあこうなんだろうな。例えばじゃあ僕の行ってる高校っていうのは本当に折りさん学校っていうか、うん、まあちょっとレベルが高い、ね、かなりかなりよくよく言えば。 まあ、頭の良い学校っていうんですけど、うん、本当にまあ悪く言っちゃえば暗い陰キャ学校っていうんですけど陰キャっていうのはんだろうな明るい子じゃなくて,てあク,リクリピーとかギークとか <laughs> あのよく日本語で言うと分かるかなオタクっていう子が多いいやオタクはオタクは舐めすぎそれはいかん オタクは,まではいかないオタ,クゃオタクは本当に全然明るい人もオタクっていうのはオタクってすごい皆さんじゃあ暗いイメージとかあるじゃないですか空き家に通ってるとかなんかずーっと四六時中アニメ見てるとかそういうイメージつきがちなんですけどオタクっていうのはその分野の専門,なんか専門知識っていうかその分野を極めた人のことを言うんですだから僕たちはこうじゃあ日本語オタクとかもそういうのも言われますそういうのも OK です逆にすっげー数学も東大の なんか理学,部理学部でなんかすごいなんか数学のなんか教授してますみたいなね人はもう数学オタクだしっていうまあね<う>まあそうかもしれないちょっと昔とちょっと。 何定義が違うかもしれない、ね。じゃ今はだから陰キャ、陽キャって分けるじゃん。キャっていうのはキャラクターの,あの、はい、短くした言葉で、陰のキャラクターと陽のキャラクター、つまり、はい、あの明るいキャラクターと暗いキャラクターってことですね、はいど。どうやって言ったら一番分かるかね陰キャと陽キャって。はい、アニメ、まあ。簡単に言うと、のび太くんとデキスギくんドラえもん見たり人いないかな。何で言ったら分かるかな <laughs> ドラゴンボール違うな。何で言ったら分かりやすいかな,な,な何がメジャーで ナル,トでナルトとかメジャーだけどナルトで陰キャと陽キャいるいないですね、うん、ナルトの例えば主人公は陽キャだよね陽キャじゃんそ,そうだろもちろんねだけど陰キャっているじゃんで俺の俺の見てる漫画では、うん、結構いっぱいあるんだけど、うん、それでもまあでも途中から変わっていくパターンが多いから 陰、ね、キャってなんだろうなまあちょっとフレンドリーじゃない、まあ、フレンドリーじゃないっていうかシャイでちょっとあんまりおとなしくて、まあ、クラスの中でも静かにしててなんだろうこうそんなに人と話したりしなくてっていうイントロバートななんか趣味が多いですみたいなこう陰キャっていうんだよねでサッカーとかスポーツ大好きでわーってこうパーティーピーポーみたいな。 感じのことをちょっと陽キャ、そっちが陽キャ。ね、明るい声です、ね、それが何？陽陽キャと陰キャが、あ、陰キャが多い。陰キャが多い。多いじゃない。多すぎるんですよ <laughs> あ。あ、じゃあ僕は、じゃあ僕はね、俺お前はじゃあ何なんなんだってお前はお前は陰キャじゃないのか陽キャなのかって言われるとわかんないですけど、うん、いや。 あのね、いくらなんでも、うん、いくらなんでもですよいくらなんでもひどいじゃないですか何が僕だけだと本当にじゃあ,こ,あのこの間滑らない話になってるね、うん、なんかあの卓球部の,、うん、あの部活動体験に行ったんです、うん、そこであの、まあ、僕,僕含めて、うん、あの入体験入部に行ったのが16人いたんです、うんうん、で本当にクソ奇跡なのが、うん、16分、まあ、16分の、まあ、俺を含めてね16分の15、うん メガネだったんですよ <laughs> あの本当、俺以外全員眼鏡なんですでなんか一人でなん,かなんかみんなでボソボソって、ね、今聞き取らなくていいですけど、ね、適当に言ったんでん,なんかボソボソボソ,ボソ,ボソ,ボソってなんか影で行ってるみたいな子がすごい多くてな本当にそれは嫌で先輩もそんな感じだった先輩も本当にそういう感じであ嫌だねね逆に中学はうもう逆にまあいい っていいかわかんないけど、うん、バカ学校だったんで <laughs> <laughs> まあ元気な子が多いっていい言い,い方すると元気な元気な活発な学校、うん、まあ悪く言えばすげえバカ学校でちょっとバカあって言われて高校時代の学校ですね、うん、中学校はね、うん、でだからこう結構友達とかがすげえフレンドリーに結構あってりかけてくれたりして、うん、そこで結構友達になったりっていうのがすぐしたできたりしてたんですけどなかなか。 まあお利口さん学校もあるけどでも一番の大きな違いは中学校は例えば小学校から一緒だった子がたくさんいるしで高校とか大学ってもうみんなバラバラになるからそこでまずほとんどの人がゼロから始まってるっていうのがう、ね、まあ大きな違いだと思うよいやでもその中でも喋れるやつ喋れないやつっていうのはほんとくっきり分かれるんだってそうそうそうでもなんかこっからってさもう大学行くのも例えば ビジネスとか会社に入るのも、うん、ほとんど友達と一緒にじゃあ一緒に行こうっていうことってまずないから絶対に自分が一人ねそこから一、ね、人でゼロからじゃあ友達を作り上げるっていうのがここからだからだからまあなんだろうその初めてその経験をして今戸惑ってると思うけど、うん、まあなんだろうねこれを聞いてる皆さんは例えばもう将来日本に来る人もいるかもしれないしまあ あのー、そうすると周り誰も知らない状況でそれこそゼロから始まるんでしょうけどなんだろうそれって人生で、ね、大切なんじゃないまあね友達はもちろんみんな最初からゼロだけどそこでそから見つけた友達って多分一生の友達になるから時間はかかるけどじゃないでしょうかまあ時間はかかるけど時間をかけた分いい友達ができると思うはいまあでも結構でも最近本当に。 あ,のありがたいことに結構喋りかけてくれたりとかする人が本当に結構いっぱいいたりして、うん、なんだろうなまあ僕のクラスが結構恵まれてるのもあって恵まれてたんだ恵まれてたんだ最初陽キャが多分本当にすごい面白いやつばっかがかったじゃん陽キャが陽キャすぎて陰キャが陰キャすぎるっていう最初なんかさ上下差がすごい激しいなんかプラス20とマイナス30みたいな、うん、ちょっとマイナス10になっちゃうのかなえ マイナス10じゃんプラス20とマイナス30じゃん全体的に見ればそうですねでも最初さあのクラス外れって言ってたじゃん大外れてたと思ってましたもうブスしかいなかったと思ったけど,けど周り結構見たら、うん、あええー、やんってあそうまあでもまだ性格わかんないんで別にあ好きだってならないんですけどまだだって言って4月だから まままだまだわかりませんよ1年経つ頃にお母さんはいつもクラス替えするともう最後の3月2月3月でもうこのクラス終わりですよって頃にやっとすごいこの子は友達だなって思ったみたいなそう <laughs> もう1年かかかった 2> 俺23か月でよそれはあでももうーオーラ1人できたよこれは確実にそうだなっていうよかったじゃないですかじゃあ高校の方が面白いでいいですかまでもま,だまだ仮かなその子は 友達かっこ借り、うん、まだシャレを言い合える中ではあんまないからわかんないでも LINE でシャレを言い合えたらもうそれはもう決定なんで、うん、ライ LINE な,なんだろうなこうラインとかの,このデータ上じゃなくデータ上で結構シャレ言うのってなんか結構難しかったり多くするんですよだからこう、うん、なんだろう学校行って結構シャレ言うのは結構楽勝ってかすごいバ,ババババって言えるんでなんで LINE で言えないの冗談が わかんないです。うん、ラインはもうな連絡事項だけみたいな。まあそういうい、ね、先行っててとか、うん、明日なんだっけとか。何言いたかったの？高校と中学ではどちらの方が好きですかっていうのは、まあ中学も楽しかったけど、高校今は高校が楽しくなってきてるでいいの？はい、そうですね。今だん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 楽しくなってきてます。あの購買っていうまあ日本の文化がわかんないんですけど、まあ,あのカフェテリアって言うんですかね。それはアメリカとか海外多分みんなある。 <え>多分ねその国によるけどリスナーさんアメリカ多いからアメリカはもうほぼほぼあるえカフェテリアああ言ったそうだろうえ小学校とかん<ん>えもちろんもちろんその代わり決まってない大工,大工の会を聞いてる人は分かると思うんだけど給食日本は給食は決まってるでしょだから栄養がきちんとしてるじゃん、はい、でアメリカの,その特に大工の言ってた学校なんか、まあ、どこもそうなんだけどこうビュッフ,フ,フェあのカフェテリアって自分で選べるのよずる でもじゃあみんながみんなアメリカの今高校生も教えてるけどみんながみんな口をそれていうのはまずいってでただなんだってはだからすっげえまずいのよえいいじゃんでもまずくてもただ飯だよえっ君たち贅沢しすぎなんだってじゃあ、ね、それ面白いねちょ,ちょっと多分すっごい大工に怒られると思うよいやいいよ別に俺無ち切られてもいやいやう,うるせえって <laughs> じゃあ大工とあのスリートークの時に アメリカのカフェテリアと日本の給食または購買ど,どれが好きっていうトピックでやってみよう。うんはい、じゃあ高校も楽しくなりつつあるんでいいですかはい、はい、じゃあ高校を楽しみつつあるトラくんでした。はいいい今回も聞いてくださりありあがとうございました前回からお伝えしておりますが「日本語トラの巻」のエピソードを使って YouTube のビデオを 作っています簡単なスクリプトや英訳日本語表現の使い方それからボキャブラリーなども説明していますのでぜひ皆さん見てくださいポッドキャストとは違った勉強ができると思いますエピソードのディスクリプションに URL が載せてあります YouTube のコメントも書いてくれると大変嬉しいです We created the YouTube videos using this podcast episode. You can see the script of our conversation, some translations, explanations of difficult expressions and vocabularies. Please click the URL from the description of the podcast. I would be glad if the video would help you study Japanese. Also, we really 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 appreciate it if you subscribe to our channel or leave any message or comment on YouTube. Thank you very much. では、ぜひまた次回も聞いてくださいね。さようなら。